プレスシート、まあ、非売品のものなんかが詰め合わせになっています。そして一グレ大賞の優しいね、優しいですね、ね、いやね、だからね、ね、ありがとうございます。大好きになるんですかね、きっとね。ありがとうございます。ありがとう。いいですか、いいですか、はい、じゃあ女性の方いきましょう。はい、はい、ありがとうございます。せーの、3、2、1。試写会だったりとかで、明日は初日舞台挨拶とかあるんですけど、今日はあのお祭り、祭りですよ。今日だって山崎さんの服完全に祭り意識してますよね。これはそうです、これは祭りです。これ完全に祭り、これがあの神輿を、みこし、神輿の道です。神輿の道ですかね。あのでも本当に超特急のたかし君は、はいはい、みんなのムードメーカーで、もともとなんか仲良かったみたいな、余計にこうあの2人が盛り上げてくださったりとかしてね、歌ってくれたりとか、歌ってくれたりして、うんうん、なんか大きい声出して元気出してくれたりとか、うんうん、ね、そういうねありましたね。冷凍食品とか、ね、食べたね、いっぱい食べたね。うどんのね、うどん今すごいですね、美味しいんですよ。ストーブで温めると汁が出てきてはい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 、はい、なんかアルミ鍋焼きだ、あれ、ね、鍋焼きだ、うん、鍋焼きうどん、鍋焼き食べた、鍋焼きうどん誰が買ってくるみたいな、はい、誰が払うじゃんけんみたいなのやったりとかして、私はまだ上杉周平さんにお金を返してもらってないです。え、はい、マジ、はい、ずっと言ってるんですけど、ね、何のことみたいな感じで。いや、それじゃもうおいくらぐらいなんですか。でもいくら、200円ぐらい。いいじゃないですか、じゃあそれ200円。ダメダメ、金額じゃないかな。じゃあそれちゃんと公開の明日とかでも必ず200円ね、言っといてください、これね。言います、はい。